あのね、あれはすすきの祭りが、50回記念ということで、そのな実行委員長のね、居酒屋大助の大島さんから頼まれてな、私行ったわけでありますが、あれがね、その42、3回とかね、そういう中途半端な数だったらね、私出なかったんですよ。50回って言われたからね、そらあれですね、まあ北海道に住んでる、芸能人として他には大したのいないないしね、あとはお前みんな東京出ちゃってるしよね、こっちとらお前すすきので一番金使った芸能人なあ、また一番女と付き合った芸能人かもしれんしよね、そら50回を記念したら俺が行くしかないですねみたいなね、ああ俺は本当に歌いながらさ、ちょうど右手に南港ビルっていうのがあってさ、その7階で勤めたみゆき元気かお前はみたいだな、で、あそういう思いだとかね、あ同じ南港ビルの空ね、生きてるかとかね、まあそう思いながらですね、まあ、あっちこっちでね、行ってたわけでありますからね、そうやって考えれば50回記念ということで、出させていただいてよかったなと思いますね。ほんで30分ぐらいの短い時間だったんですけど、あれは主催者の方から、俺が終わって、よさこいソーランやるんで、石原さんね、30分内で収めてください、で俺はちゃんと抑えましたね。でアンコールって声もあったんだけど、それをその振り切ってですね、主催者側が千葉さん、あアンコールはいいですね、本当に30分以内に収めていただいてさすがプロだなと思いましたとか言いながらね、それでその、まあ俺たちも鈴木のに飯食いに行ったわけだけどね。